はい、皆さん、こんにちは。UD トークの開発担当ております大木と申します。今日はですね、久々に新機能の紹介をしたいなと思います。あの、もう普段使っていらっしゃる方ですね、こう、起動した時にすぐ気がついたと思いますが、えっ、ー、と、画面の下の方に、ホームとトークと、こう、タブコントロールが出てきました。えっ、ー、と、なので今日からですね、この UD トークのこの画面は、ホーム画面と呼ぶことにします。はい。じゃ早速ですね、このトークの方を紹介していきたいなと思います。 はい、タップすると、新しいトークを追加というボタンがあります。タップします。はい。じゃあ、トークの名前を入れてみましょう。はい。新しいトークができました。これをタップします。そうするとですね、こう、トップのところには、英会話テーブルって今設定した名前で表示されています。はい。これで始めることができます。つまりですね、あの、UD トークのアプリの中で、複数トークを作ることができるようになりました。 まあ、UD コネクトみたいな機能がついたと思っていただいてもいいかなと思います。これ非常に便利で、あのー、なんでかっていうと、このトークの中に、ほとんどの設定を盛り込むことができるんですよね。例えば、翻訳の、このオンオフとかですね。読み上げなんかのオンオフも、全部このトークに保存することができます。メニューをタップしていただいて、例えばトーク設定見ますよね。そうすると、 この設定はトークごとに保存されますというふうにトップに記述があります。ここで設定した内容が全てこのトークに紐づいて保存されます。トーク設定だけではありません。読み上げ設定もだし、漢字かな日本語設定なんかもこのトークに保存されます。あの、読み仮名を表示するしないとかですね、この学年別の,あの表示なんかもこのトークに紐づいて全て保存されるので、使い方が広がると思います。 あと、あの、フルスクリーンプロジェクター設定。これも保存するようにしました。えー、っと、プロジェクター用の出し方なんかもね、各トークンによって、あのー、切り分けて使っていただければいいんじゃないかなと思います。もう一個作ってみましょう。まあ、英会話の方は英語にしておいて、中国語の方は中国語って設定にしておきます。はい、これでまた戻るとですね、英会話の方はちゃんと英語のままになっていて、 中国語の方は中国語のままになっています。はい。これ非常に便利だと思います。<laughs> あとですね、トークに参加する。はい。他のトークに参加したときですね。前までは、このホーム画面の上のところに最近参加したトークっていうのが表示されてたんですけども、これは今回からこのトークの方に入ります。はい。で、これタップすると、まあ、このまま参加するのか、 あとは保存するって項目も出てくるんですね。これ保存するにすると、下のリストに入ります。はい。これで、あの、一度参加したトークはですね、こうずっと保持しておくことができます。はい。で、もちろん、このトークの中の設定も全部このトークに紐づいて保存ができるので、とても便利に使えるんじゃないかなと思います。はい。で、編集ボタンを押すと、 並び替えできたりとかですね。こう削除したりとかですね。そういうこともできるようになっています。 で、UD コネクトみたいな機能ではあるんですけども、じゃあ UD コネクト使わなくなるのかというとそうではなくて、UD コネクトはやっぱりきちんとログを取るためのアプリなんですよね。こっちは、あの、その日、その瞬間で終わらせるための、えっと、機能であって、あの、このあたりもね、使い分けをきちんとしていただけると、この機能の意図するところが見えてくるんじゃないかなと思います。まあ、こう、設定が保存できるってのが結構画期的なんじゃないかなと思ったりしています。 ぜひね、ちょっとね、使ってみていただけるといいかなと思います。はい。はい。というわけで今日はですね、新機能の紹介をしました。はい。えっ、ー、と、Android 版はですね、ちょっと <laughs>、いつになるかわかりませんが、頑張ってみたいと思います。というわけで、今日はこの辺でチャンネル登録の方よろしくお願いします。さようなら。